ってことでね、ワンパーク桑名駅前第2らしいですけど、ワンパークって第1はどこにあるんだろう。まあ、24時間最大700円でもうそこ駅前ですからね、だったらいいじゃないかということで止めていきましたよ。じゃあね、桑名駅からね早速養老鉄道に行こうと思います。まあお得な切符ね、そう言ってますけど、まあ単純な話です。今回使っていくのは1日フリー切符 ×2 ですね。養老鉄道のフリー切符と1日乗車券と、垂水鉄道のね1日乗車券を、1個ずつ使っていくっていう形ですね。ですので、そんな難しい話でもないんですけど、よいしょ、これ使っていくと、またちょっと現物、定額で行くと片道、JRK のデータが出てきとったけど2100円だったかな、それぐらいになるんですよ多分。養老鉄道系だと、基本運賃もちょっと安くなってるんで、900でここなの？どこ時給なんね。その兼ね合いでね、ちょっとお安くなるんで、片道2000円切るかな切らないかなぐらいになるはずなんですよ、普通の通常運賃だとね。なんですけど、これが今回使うね、やつでいくとフリー切符だと1500円とかずつぐらいで買えるのかな確か。なので往復4000円ちょっとぐするかなぐらいのやつが3000円ぐらいでいけるような計算になるんで、だいぶ遅くになるなってことなんですけど、今ふと思ったんだけど JR の方の16施設フリー切符みたいな、やつがあるんだけど、それっていくらだったっけな。それが3000円ぐらいだったらそっちでも全然お得なんだよな。よいしょ、すごい工事やってな、あすごい、一回引っぺがして全部あれですね、作り直してるんだな、すごい。めちゃくちゃ時間制のコインパーキングがめちゃくちゃ増えてるのがありがたいです。そこら辺とかでもコインパーキングできてるんだね。今回は桑名駅から養老鉄道線ね。こっちで行くぞ。7時42分。あ、時間やばくね。7時42分。あ、7分で出る。ちょうどいいタイミングなのかな。ギリギリかな。よし、買っていきましょう。切符売り場は、これか。フリーキップでここに行きますもんね。おらおらおらで、よいしょ、あ、出た。もうこのまま日付が入るんですね。よいしょ、じゃあ行きましょう。あ、いいか。あ、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、どうも。さあ、どうもやって、おっ、これはラッピングされた、走った時には間に合った、間に合った。ちょっと時間かかるから今の手配しとくと、このフリーキップね、この、簡易的なやつになりましたけど、前の3人型のね、やつ前に、ヨーロ鉄道の企画で使った時にあるようなようなやつは売ってるらしいです。売ってるらしいんでね、ここはね、とかだから春らしいです。よいしょ、こんなの置いてあるんや。よし、じゃあこれ行こう。